やっぱやめましょう、困りますよし、そうそう、アナルからメッセージがすぐ来てるんですよ。はあ、でここでちょっと聞いてもらいたいんですけど、いいですか。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか今、どういう気持ち今、どう思う、あのどう思った、あの俺のカヤのクーンとどっちがどう思う、あの違うのそんなに変わんないでしょ、分かんないけど、これはね、もういつものトマツだよね。私はカヤのクーンっていうのはどんどんやってった方がいいと思います。だから桜井さん、これからもカヤのクーンって言い続けてください。以上、こういうことだろうね。これはじゃあ私の勝利ですね。あれ、やったー、なんだ、ルンルルンルンルルン、なんですか、あのですねうん、あのいいですよ、そのあなたのペースってものがあるでしょうし、この番組自体もあの茅野くんのこうまったり感で出来上がってるのいいんですけども、何ですか、あのですね、はい、あの春ちゃんが前回ゲストに来てくれた時にこのメッセージを雪厚に残すと、うん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 、その時に、うん、雪厚さんは、うん、このメッセージを解読できるか、うんうん、何でしたっけ、できないかっていう話で私は解読できる方にかけてたんです。ああ、見事に解読しましたね。やったね。これなんか出るんですか、これは。ん、出ません。わお出ませんよ。だそれだけの話なんですけどちょっとそれでも機嫌が良くなったっていうだけです。でも解読した結果、茅野くんってどんどん言っていいよっていうことだったんだけど、いいんだよね。あ、マジ茅野くん